今日のテーマ、はい、今日のテーマ面白いよ、うん、ね、やるからには、おやるからには、うん、お庭のことじゃないよやるからガーデンじゃないよ、ね、そんな名前つけなくていいからには、やるからガーデン、やるからガーデン、やるからにはね、やるからガーデン、ね、じゃないのよ、ああやるからには、わ、はい、かる、うん、これどうすか鶏にはじゃないのね鶏にはじゃない、庭には、には鶏にはってなんだよこれまず早口言葉でも何でもねえよはい、はいはい、どうすか、やるからには、やるからにはいい感じじゃないですか、いい感じで、なんか期待が持てそうな感じやった、うんうん、やるからガーデンやったらもうなんかやる気もなくなるけどさやるからには、あのさ、うん、たまちゃんも講演会で何度も言ってますけど、うん、はい、自分の人生って、うん、全部自分が決めた通りに動いてる、はい、ね、なんちったらいいんかな、こういやいやたまちゃん何言ってんの、人生自分がやりたいように人生やれたらどんなに楽しかろうなって思ってるのに、うん、ね、現実は全然そんなことないって、はい、やらないかんこといっぱいあるし、うん、ね、自分がやりたいことなんかほとんどやれないし、うん、ね、自分が決めてやってない、全部やらされごとみたいなことを言ってる人もいっぱいいる、うん、ね、やらされごとばっかりでやりたいことがちっともやれないみたいな、うん、でもさ、うん、その例えば、うん、例えばよ、はい、例えば俺がいる、うん、でひばりくんがやってきた、はい、ね、ねえねえって、うん、私あの庭に小屋が欲しいのって、シャビーな小屋があって、うん、ね、小屋建ててって、うん、で俺が考える、うん、ね、いろんなこと考えて、はい、ね、現実的にできるのかみたいな、うん、ね、予算はとか、工期の期日はとか、はい、ね、俺の技術はみたいな、ね、まあ、総合的に判断して、うん、ね、うん、あ、じゃあ分かったやるよって言う、はい、うん、ね、で、やるよって言った、はい、後で本格的に考える、うん、ね、じゃあまあ具体的にちょっと設計図考えにいかんなみたいな、うん、ね、でやっていけばやっていくほどに、うん、なんか気が重くなっていく、うん、俺思ったより大変やなって、はいはい、犬小屋作るのとちょっと訳が違うぞって、うん、しかもなんか設計図なんか書いてみたら、うん、屋根の高さ3メーター以上になっとるって、うんうん、こんな俺工場業者で3メーターも上がれねえよみたいな、はい、はあ、もうなんで俺こんなこと引き受けてるのに、うんって言わんけりゃよかったのよみたいな感じでどんどんグダグダになっていく、はいはい、まだ立ってもないの、うん、小屋が、うん、ね、でもそんなこと言ったってしょうがないよねみたいな感じで、うんうん、ね、土台を作ろうとした、はい、そしたら土台がさ、うん、もうなんかグダグダで、うん、ね、まあ、地面もグダグダで、ね、地面を固めるところから始めてないといけない、はい、大変、あ、もうこんなんで俺こんなことしてんのやろみたいな、くっそーみたいな、もうやりたくねえこんなのみたいな感じの出来事って、うん、まあ皆さん大なり小なり必ず経験してるよね。そうだね、だよね、うん、で、うん、そのさ、もう文句言いながら土固めてる時の俺、はい、何を考えてるのかっていうと、うん、まあ、まあ、ひばりのせいこんな大変なことになってるみたいな、うん、全部ひばりのせいやみたいなことを思ってるのよ、はいはい、ね、それリアルな話ですか。全然違うよ、リアルは喜んでやってて、ね、あなたが気づかないうちに土台作ってどうやみたいなことやってたんで、リアルは全然違うのよ、はいはい、ものの例え、はい、ね、うん、で土台を買って、もういやいや固めてる時の俺は、うん、ひばりのせいでクソみたいなこと思ってるね。でもさ、うん、よく考えて、うん、なんでそれやってんのか、うん、ね、うん、ほとんどの人は、うん、それはひばりくんが言ったからよって思ってるのよ、うんうん、でも冷静に考えて、なんでやってるのか、うん、自分がやるよって言ったからよ、うん、やるよって言ったからやってんのよ。そうだね、ね、うん、だってさ、立ててくれないって言われた時にさ、うん、え、無理って言えば、うん、それやらんで済んだよ。そうね、うん、誰元で言ってるからね。だよね、うん、やらんで済んだわけやし、うん、自分が決定権を持ってることは冷静になれば分かるんやけど、うん、ほとんどの人忘れてるよね、はいはい、なんかやらされてる、うん、
って思ってるけど、はい、ね、うん、いやもっと言えば仕事もそう、うん、ね、仕事でもう本当もうふざけた上司がおって、もうそれがなんかすげえブラックでみたいな、うん、ね、あれこれあれやれこれやれみたいな感じでくっそやらされることばっかりみたいなこと思ってるけど、うん、その仕事に就いたのは誰かっていうと、うん、ね、その上司が無理やりつかせたんじゃなくて、うん、自分がその会社に行こうと思ったんや。そうだね、だよね、うん、だってその強制的に行かなきゃいけないんだったら、その会社じゃねえじゃん、もう、うん、もうなんかすでに徴兵制みたいな感じだったね。違うんよ、全部自分が決めた結果が自分の人生に降りかかってるだけなんよ、うん、でもたくさんの人が人のせいにしながら生きてる、うん、全部、うんうん、ね、特に辛いこと、うん、で楽しいこと全部自分のおかげだよね。あ、よかった、この仕事選んでよかった、俺最高みたいなこと思ってるんだよ、うんうん、仕事が楽しかったら、はい、ね、はい、あの時の仕事を選んだ俺ってすごいねみたいな、うんうん、よかったあの時の俺最高みたいなこと思ってるんやけど、うん、仕事が辛くなると、うん、クソ、なんでなんでこの仕事にね、うん、もうあの時あいつがあんなこと言ってなんかそれにほだされて、うん、ついうんってうなずいてしまってみたいな、うんうん、ね、あの時の面接官がいいことばっかり言いやがってみたいな、はいはい、ね、それでもうなんか半ば騙されて入ったわみたいな、うん、全部人のせいにすんのよ、うん、辛いことは、うん、ね、いいことは、自分のおかげ、はい、辛いことは全部人のせい、ね、もう相田光雄先生の真反対それ、ね、いいことはおかげさま、悪いことは身から出たサビが反対なんよもうすでに、はい、ね、だから、うん、人生辛いわそんなことやるよったら、うん、全部自分が人生決めてんのにありもしない人のせいにしよんのよ、うん、人もいい迷惑じゃん、まあ、はっきり言って、うん、ね、全然乗らんわ、うん、ね、人からやらされてると思ってることは、うん、だいたい気乗りせんわ人間って人からやらされたら、うん、パフォーマンス発揮できない生き物なんよ。わかる？特にあなたの場合そうだ。そのもう俺は特性持ちだからただの甘弱。俺は特性持ちだからしょうがないわ。俺のはちょっと違うんよ、はい、ね、うん、俺はなんか普通の人とちょっと違うんやけど特性持ちやから、はい、まあ、あなたほどじゃないよ。いやいやいや、ね、あなたほどではないよ。あなたの場合、俺の場合は気乗り線ぐらいで済むけど、いやいや、あなたの場合は真反対のことやるからもっと立ちが悪いんはっきり言って逆あなた、ね、俺がアドバイスした全ての反対ことをやるっていう。だから今度から俺が思ってないことをアドバイスしようと思って、いつもそう思うんやけどいつも忘れるんよね。やっぱ良かれと思うからね。結局全部反対のことやってチンガラになってくる。そんなのはどうでもいいんですよ、ね、それ全部あなたの。そんなのはどうでもいい。お主じゃあ、あなた調子立てんじゃねえ、ね、全部自分が決めて自分がやってる結果が今の人生なんだっていうのが、うん、腑に落ちたら、はい、人生のセカンドステージに進める、うん、ね、うん、だって人生が自分ごとになるんだから、それまでの人生って人ごとだから、うん、ね、人が決めたことを渋々やってる、はい、だから渋々だからパフォーマンス発揮できない、うん、ならもう できたのもなんかその何こうパフォーマンスがそんなに優れてない、はい、うん、ね、キラリと光るパフォーマンスじゃない、うん、なんか渋々感が出てる自分のやったことに、ね、じゃなくて、自分ごとになるとパフォーマンス発揮できるんですよ、うん、そして今までの自分では信じられない力が宿る、もともと持ってる、もともと持ってる自分の力が発揮できる、いかんなく、はい、ね、さっきのひばり小屋で言うと、うん、ね、ひばり小屋、そういえばひばりくん何年か前にこれ作ってって言ってたなみたいなのが頭の片隅にある、うん、はい、そして、どっかのホームセンターじゃないあのガーデニングショップに行ったら、うんうん、素敵なシャビ小屋があった、うん、わこれすげえみたいな、うん、これよこれみたいな、はいはい、で写真撮る、撮りまくる、ね、うん、よしこれを作ろうみたいな、はい、ね、そして、ひばりくんから何も揺れてないのに、うん、よし小屋作るわみたいな、いやまだ言ってない、ね、突然土台を作り始める突然何にも前触れもなくいきなり土台を作って、ね、土台が完成してちょっとおいでおいでみたいな、うん、どやーみたいな感じで何これみたいなね、
いよいよ小屋作るぞみたいな、ね、本当にありがとうみたいな感じで、ね、どんどん小屋が建っていく、ね、信じられない力を発揮するわけよ、うんね、うん、自分ごとになったら、はいはい、そして結果大満足な小屋が建つわけよ、うんね、パフォーマンスも上昇自分の力をいかんなく発揮できるわけやから そう、ねね、その結果みんなからいいのが建ったな、いいのが建った、今日も言われたホームセンターセブンでね、そうな地域の人がいて、うんうん、あんたがいいのが建ったなみたいな、ありがとうございますみたいな感じで、ね、気分がいい、うん、それは自分の人生が自分ごとだから、うん、とても気分がいい、うんうんうん、ね、あのさ、今やってる全ての出来事全てのことって自分が決めてるんだっていうことを、うんうん、まず、腹落ちさせることが大事なんですけど、うんうん、それをさうまく回すコツっていうのがあるんや、うん、ね、それが何かっていうと、はい、何かお願い事がやってくる、ね、頼まれ事もやってくる、それを引き受ける引き受けないは自分の自由だよね、うんうん、で、これは自分の力ではちょっと無理だなと思ったら、いや自分力を及ばなくてすいませんみたいな感じで断ってもいいし、はい、まあ、なんならちょっとめんどくせえなみたいな、うん、いやそれちょっとめんどくせえなと思ったら、うん、ね、うん、いやそれは無理ですって断っていい、うん、ね、断っていいよだって、うん、自由だから、うん、引き受けるのも断るのも、うんうんうん、ほとんどの人は、うん、そこで、うん、いい顔しようとして、うん、おかしくなるだけの話だからさ、うん、はい、ね、断ってもいいよ、うん、ね、断ったからっつって、うん、こいつも最低やなとか思うやついねえから、うん、ね、そんな断ってお前最低やなとか言うやつとはさっさと縁切った方がいいから、もうなおさらいいわそっちの方が、そう、ね、ね、うん、普通さもうダメ元でお願いに来て、うん、やっぱりダメなんですって言ったらそうですよねで終わるんやからいいよ、うんうん、ね、うん、だけど自分がやってみようと思って引き受けたんだったら、はい、ね、うん、こう思いなさい、うん、やるからには俺がやるからには、うん、一味違うよ。一味違う。あ、もうリピート再び。俺がやるからには、一味違うよ。一味違うよ。やかましいわ。怒りや長介みたいに、下唇出してんじゃねえ。余計なことしかせん、もう、本当に。ね、リピート再び。俺やるからに、俺がやるからには、やかましいわ。もういらんこしかせんもん。喜ぶなって。超喜びすぎじゃん。もうちゃんと真面目にやって。もう一回やるよ。ね、もう一回やらして。もう一回やらして。そしたらもうひばりが呼吸困難に落ちるが、もう一回だけやらして、ね、もう俺がやるからには一味違うよ。やかましいわ。いらんこしかせん、もうほんと。泣くなひばり、泣くなひばり、何泣いてんだひばり。立ち上がれひばり。調子乗ってんじゃねえよ本当に。この魔法の呪文を唱えるだけでパフォーマンスは爆上がりします。なるほど、爆上がり。この魔法の呪文をちゃんと覚えて実践してください。これ忘れられない、忘れられない。あなた忘れると思うよ多分 ね。今言った通りにやってくださいね。自分でアレンジしたり言い方変えたりしないでください。また俺が言ったようにね、若干した唇を突き出し気味でね、言ってください。そうするとパフォーマンスが爆上がりします、はい、なんせ一味違うからね。なるほど、一味違うよ。違うよ。それじゃない、これじゃないよ言い方はね、違うんよね、でもこれ以上言うとひばりが呼吸困難に落ちるんであえて言いませんけれど、はい、ね、この魔法の呪文を唱えると、うん、自分の人生が全部自分ごとになる。なるほどね。そしてその結果パフォーマンス爆上がり、うん、ね、人生が丸ごと変わります、うん、ね、特に
なんかもうやらされることばっかりで自分のやりたいことやってねえなみたいなことを思って悶々としてる人、はい、チャンスです、うん、ね、うん、この呪文の言葉を騙されたと思って、はい、俺の言った通りに言った通りに発音してください。騙されたと思って発音発音も同じよこれね、発音普通に言ったらダメよそんなの。ダメよそんな棒読みとかで読んだらダメ。全部俺の言ったあなたがリピートアフターしたねのと同じような言い方で言ってください、はい、ね、これがコツ。なるほど、はい、そしたら信じられない力が信じられない力が湧いてくる。力が抜ける湧いてくるんじゃ。抜けてどうするんじゃね。今日のやるからにはいかがでしたか。いや結構いろいろ頼まれ事って多いからね。そうそう、もう俺頼まれ事ばっかりやから、ね、基本自分のやりたいことなんかやってない。自分がやりたいことはのんびり寝ること、ね、アザラシみたいに、うん、それは自分のやりたいこと、うん、やらせてもらえないから、ね、うん、でも頭の中で思ってる、うん、ね、俺がやったら一味違うよって、うん、ね、もう便宜上普通に言いましたけど、ね、ちゃんと頭の中で あれと同じ発音してる俺はそうするとやっぱり完成したものやことが一味違うんよ、うん、なるほどね。今までのそのまあそれは今冗談みたいにこうやも言いましたけど、うん、俺がやってきたカレンダーにしろあの筆文字の作品にしろあいろんなもう世に出してきたやつ、はい、全部違うでしょ、うん、そうね、さすがたまちゃんみたいな、ね、そうそうそう、え、これ何これプロが作ったのみたいな、うんうん、全部、うんうん、でもそれは全部俺がやってんのよ、うん、じゃあなんでその常人離れした、うん、なんか卓越したセンスとかさなんかあのいい仕事してますね状態、はいはい、なんでみたいな、うん、ね、うん、俺がちゃんと、うん、あの魔法の呪文言ってるから、うん、なるほど、心の中でね、そう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 ね、まあ何種類かあるのよ、うん、ね、何種類かあって、うん、そのさっきの一味違うよもあるし、うん、まあ多用するのは、うん、もう俺がやるとやばいよ俺がやるとやばいよって言ったりしてる。なるほどね、うん、まあそんな感じ、そんな感じのものを、うんうん、呪文を唱えながらやってると、うんはい、ああいうものが出来上がるのよ。でもやっぱ適当にやってると、うん、ね、いやいややってると、うん、いやいやなものしかできんわ。そうね、そうよ。ただそれはさ、人の心は動かせんわ、うんうん、まあやりながらほらさっきも言ってたけど、あのいろんなアイデアが浮かんでくるって言ってたやん、うん、それもやっぱりいやいややってたらアイデアなんか浮かばないよ。いやいや、そうだよね、アンテナちゃんと立てとかないと、うん、受信できないし、そう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 、やっぱあるんだろうなっていうふうに今ね思いました、ね、やっぱりやるからにはね、やるからにはやっぱいいもの作りたい、いいもの残したい、やるからには、俺がやるからにはね、他の人がやるんだったらまだしも俺がやるからにはねっていう、まあ自負っていうかね、プライドっていうのかね、それ大事ね。それ俺だけじゃない、このリスナーの皆さんも、うん、いや、まあ、ましては全ての人も同じく持っといた方がいい、うん、ね、自負だと思う、うん、俺がやるからには、うん、ね、っていう思い、はい、ね、そういう風に自分の人生を捉えた時に人生は大きく変わるっていうのが今日のお話でございました、はい、ね、ひばりは途中ちょっとお見せできない失態ね、番組中に泣いてしまうというもうありえない失態をかましてしまいね、お見せできなくてよかったね、俺が映像配信だった大変なとこやった、調子乗ってんじゃないのね、てな感じで、はい、今回はこの辺で、はい、皆さんも素敵な一日をお過ごしください。それでは次の配信までごきげんよう、さよなら。たまチャンネルをご覧の皆さん、いつも応援していただき本当にありがとうございます。これからもたくさんの笑いと学びと感動をお届けしていきますので、気に入っていただけたらいいねとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。